どうも、人造人間19号くんです。今日のコンビニアイスガチ採点はこちら、森永ビッグな小枝アイスバーです。風呂上がりなんでね、ちょっとね喉が渇いてるんで、アイスでクイッと締めたいというところで、はい、これぐらいの大きさです。まあアイスクリームにしてはアイスクリームなのか、アイスミルクだね。アイスミルクなんで、アイスクリームよりは少し乳脂肪分が少なめ、すっきりしたアイスになっております。大きさはこのぐらいですね。何センチぐらいある？11センチぐらいかな。まあボリューミーな感じです。がっつりって感じですね。ボリューム満点なんで食べ応えがあると思います。いただきたいと思います。レッツゴー。まんま小枝小枝のチョコと小枝のナッツのあの味そのまんまですね。小枝なんで美味しいですね。もう点数出ちゃったわ。いいですか、点数言って。こちらのビッグな小枝アイスバーの点数は、90点。まあ、まあまあ、90点ですね。感動はないので、次回は買わないかも。でもまあ、一生に一度試して後悔はしないぐらいのアイスクリームかと思います。お試しください。ご視聴いただきましてありがとうございます。マジ感謝です。もしよろしければチャンネル登録お願いします。バイバイ。